ですよ、みんな前取り付け。はい、成績が悪かった人はちゃんと復習しとくように。はい、ゴール。ジャック、おめでとう。さあ、はい、ちょ、おお、あんた何食べてんのよ。くっさ、サルコ、わかりません。何がよ。スルメと当たり目、どこが違う？味、同じです。当たり前でしょ、スルメも当たり目も同じなんだから。じゃあなんで名前違うの？それはスルが縁起が悪いから言い換えてんの。スルは悪い言葉なのですか？この場合のスルっていうのはお金をなくすっていう意味。おう、そういや、横田が先生が。な、またすった。くっ、って言ってる。そう。ね、なんか嫌な感じでしょ。だからそういう縁起の悪い言葉を意味言葉っていうの。意味言葉？どういう意味ですか？意味っていう言葉は嫌うってこと。だからそういう言葉はハッピーな言葉に置き換えようってことで、する目を当たり目にしたわけよ。当たりの方がなんかいい感じじゃん。そうですね。そういう言い換えは他にもあって、例えば刺身っていうのをお作りっていうでしょ。刺すって言葉が怖い言葉だからよ。身を刺す？切腹でござる。あと終わるって言葉もあんまり縁起が良くないから、結婚式ではお開きって言うでしょ。そうなんだ。縁起の悪いものって気になっちゃうと変えたくなるもんなのよ。だったらアルコ、これも変えてくれよ。13点はないだろ。は？欧米では13は一般的に不吉な数字とされてますからね。こんなことなら12点にしてくれよ。下げてどうすんのよ。僕も書いてほしいです。イタリアでは17、縁起悪いです、死を表す。中国では4と5がダメ、発音がスーとウーで似てる。あんたたち縁起も悪いけど、もうちょっと勉強しなさいよ。俺たちの運は最悪だ。ハルコのせいだぞ。自分のせいでしょ。大丈夫です。もうすぐみんなでパワースポットに行きますから。パワースポット？豪雨の力がもらえるところです。卒業イベントの遠足で神社に行くでしょ。遠足？もうそんな時期か。そういや、神社に行くことになってたわ。ハルコ先生たちが行く神社って結構有名なんだね。え？これ都内有数のパワースポットです。だって、私もみんなが無事卒業できるようお祈りしとこう。生徒さん思いなんですね。そしたら私も晴れて高校教師に。結局自分のことですか。お前の場合お祓いでもした方がいいんじゃないか。はあ、何しろこの学校にとって疫病神だからな。そういうね。あんたは貧乏神でしょ。貧乏神ではないですか、高須先生。誰がじゃい。もうお前がこの学校に来てもろくなことがない。生徒はみんな問題を起こすし、わしの馬券は外れるし。それは私関係なくね。いいか、今度外で何か問題起こしてクレームでも来ようもんなら即刻クビだからな。そんなミスはしませんから。せいぜいそうならないように再選でも弾んでおくんでね。はっ、何や、たかが遠足でしょ。ハルコ先生、遠足ってトラブルが多いんですよ。え、そうなの。俺のクラスは屋形船に行ったけど、どうなったと思う。まず知り合いを大勢連れてきてパニック、次に畳に土足で上がってパニック、最後に魚の息作りで大パニック。私の時はなぜだかみんなお土産に木刀買っちゃって、で木刀担いで歩いてたらおまわりさんに職務質問されちゃって。ぎゅ、ほぼ 100% 卒業遠足って何か起こるから気をつけてくださいね。
そうなんだ。ちょっと待って。遠足、カトリーヌも一緒に行くよね。え？私が？なんでですか？だって、この神社、都内有数のパワースポットじゃん。ってことは、恋愛成就のパワーもすごいってことじゃん。空も当然行くっしょ。あのじゃあせっかくなんで。あー、しくまりー。あー、痛っ。あ、痛っ。大丈夫ですか？痛いです。マジって。ほら見ろ、お前はもう呪われている。この番組はデザイニングザフューチャー KDDI の提供でお送りします。はい、今日の遠足のしおりよ。かわいいです。はるこ一番大きい。当たり前よ、私が書いたんだから。王さん遅いですね。すいません、遅れました。荷物が重くて。日帰りなんだけど。厳しすぎるんじゃないの？言うことを聞け。今日絶対トラブルなしで乗り切るんだから。はい、みんな着いたわよ。早く。本当だ本当だ。すげえ。こちらに見えますのが鳥居でございます。おー、すごい。アメフトのゴールみたいだな。そう違うわよ。いい？鳥居をくぐってから先の道は参道っていうので、参道の真ん中は聖中って言って神様が通る道なの。だからみんな端っこ歩くように。いい、分かった。はい、じゃあ一礼お辞儀して。はい、はい、じゃあ行くわよ。みんな真ん中、ダメよ真ん中。はい、端っこ。今日の春子先生は頼りになりますね。私の実力はこんなもんよ。だけどさ、サンダルがさ、ほら鼻緒が切れたみたいで不吉ですね。遠足始まったばっかなのに。お、こんなとこに行った。みんな見て、ほら、八号。うわ、これはそうか。違う、ビビ、これは狛犬。口もなーって開いてる方はライオン。獅子ね。そして口をうんって閉じてる方は犬。お土産に買いたいです。おいくらですか？いや、値段は分かんないな。なるほど、これが運か。こっちを触ると運がつくかも。そういうことじゃないから。運がついた。運がつかずに運がつきましたね。くっそー、ついてないですね。はい、
ここは神様に会う前に体をきれいにするところです。体をきれいに？タオル持ってくればよかった。あるよ。違う違う、洗うのは手だけ。手を水で洗うところで、ちょうどどころね。手を洗うだけで体を清めたことになるのよ。この竜のよだれで？よだれじゃないから。その後は口をすすぐ。これは言葉をきれいにするって意味なの。ダーダーシー、希釈には直接口をつけないように。わかった？すぐすすぐ。はい、入れるよ。はい、はい、おいしいかい？そういうことじゃないから。はい、ここが本殿です。ここにいるんですね、おかみさんが。手じゃないから。はい、正式なお参りの仕方を今から教えるよ。まずお賽銭を投げます。そして鈴を鳴らして神様を呼ぶ。2回お辞儀をします。そして2回手を打つ。そしてお祈りをします。お祈りをし終わったら最後に一礼。わかった？はい、はい、同人誌売れろ。忍者に会いたい。バッグと服と化粧品と、あとハワイで結婚式できますように。口に出さなくていいから。てか金利欲張りすぎ。じゃあ春子にも幸せきますように。ついでみたいに言わないでいいから。お賽銭泥棒と間違えられちゃいますよ。離してよ。ハルコが賽銭を奢ってくれたぞ。マジかよ、ありがとう。神様、素晴らしい。毎日合コンどうぞどうぞ。お前ら勝手に願うな。弾んじゃいましたね、お賽銭。残ったのこんだけ。これは何ですか？日本の神様は八百万の神といって、こういう木とか石とかありとあらゆるところに宿ってるんです。八百万？800万っていう字です。800万？言い過ぎだろう。まあそれだけいろんなものに宿ってるっていうことですね。お客様にも宿ってます。お客様は神様です。あ、それはまた違う意味だと思いますけど。何にでも魂が宿ってるという考え方ですね。あそこに魂抜けたやつがいるぞ。ハルコ、大丈夫でござるか？ござらんよ。ついてない。あ、そうだ、おみくじ引きましょう。流れが変わるかもしれませんよ。そうね。そうよ、ジョキチ、キッチ、やった勝ったぜ。違うよ、本当に。違う、それ、小吉の方が悪い気がするけど、実は逆なのよ。お、マジで？小吉の方が上？そう、ちゃんとした順番に並べると、うん、運のいい方から大吉、中吉、小吉、吉、末吉、凶、大凶ってなのよ。俺の勝ちだよ、ゴブ。くそー、もう一回行く。ちょっとダメや、引き直しは。え、うわ、大吉。よし、春子先生、一緒に開けてみませんか？いいわよ、せーの。やったー、大吉。春子先生は？だ。あ、まあたかがおみくじですからね。もう一回引き直そう。引き直しはダメなんじゃ。あ、まあ悪いおみくじも吉に転じろと結んでおけば良いと聞きますよ。あ、そっか、そうしよう。
ハルト、ここのおみくじタラだぞ。タラじゃないわよ。そのおみくじは誰かが引いたやつなの。そこに結んで願掛けんの。全部戻しなさい。早く言ってよ。やべ、本当にもうすいませんでした。よく言ってね、聞かせるんで。本当についてないですね。よくわかっているんですか。カトリーヌ、これ何？カトリーヌじゃなくてカトリーヌです。これはエマって言って後ろに戻って。はい、撮りますよ。はいよ。あ、目閉じちゃった。疲れた。結局大凶のおみくじ持って帰ってきたったじゃん。ああ、でも最後に人数確認して終わりですから。ああ。はい、みんな救済いて人数数えるよ。1、2、3、4、5、6人、7人、8人、9人、10人。よし、減ってない、増えてる。増えてる？誰君？僕の運返せよ。こいつらに僕のおみくじほどかれたんだよ。じゃあ大凶だったから良くなるようにって結んどいたのに、ほどかれたら大凶の漫画じゃんか。いや、これから大事な塾の試験があるんだぞ。どうしてくれんだよ、責任取れよ。人の運負けたんだから、お前ら全員ものすごい罰が当たるからな。やだ、怖い。アルコ、なんとかしてください。知らないわよ、あんたたちがなんとかしなさいよ。って、あんたたちさ、なんじゃこら。すごいですね。だろう。だろうじゃないわよ、なんなのよこれは。教室をパワースポットにしました。世界中のあらゆるパワーをここに集結させました。カツ丼でござる。敵にカツという原価つけでござる。中国は水餃子、もともとはお金の形、とっても縁起のいい食べ物。フランスはクレープ、マリア様がとうとう予言した日に食べました。だからハッピーな食べ物です。召し上がれ。アメリカはベーグルです。切れないから縁起がいいのです。結婚式にも贈られます。こんなに食べれないよ。いやいや、その食べ合わせはないでしょう。このお札、縁起がいい。こうしてると福がどんどん落ちてくるね。落ちる？そう、どんどん落ちるよ。お、びっくりした。何？ロシアでは食器を落とすのは縁起がいいことです。落ちるとか落とすは受験生にとって意味言葉です。じゃあ幸運が転がり込んでくると言い換えます。転ぶも意味言葉です。あと滑るとかつまずくとか。言わなくていいだろ、最悪だ。おい、携帯鳴ってるぞ。なんで出ないのよ。今日学校サボったから怒られる、きっと。やばい。もしもし。いや、なぜあなたが出る。公文学院のボブと言います。そしてなぜ名乗る。あー、ママですか。え、リオータ今ちょっと出れないんで。いないって言えよ。こっちもリオタ返したい。だけど条件があって、八百万でちょっとトラブルが。え、八百万は800万。そう、800万で許す。ちょっと、あんたも変わっていいから早く。あのお電話かかりました。あの日本語学校の加納春子と思います。あ、教師です。すいません。いやいや、あの誤解ですって。いや、まあそれは。
ってる。たく、ついてなさすぎる。ヨタン、お母さん心配してるよ。連絡しなくていいの？あのさ、今日塾の試験受けたくなかったんでしょ。うるさいな。どうせ僕は神様に見放されてるんだ。おい！高橋先生。なんなんだこれは。おい、お前、なんなんだこの子は。学校始まって以来の事件になってるぞ。何よ。さっきこの子の親から電話があったんだよ。高文学院の加納春子が息子を誘拐してこの学校に立てこもってますってな。え、もうそんなことなんての。とにかくこの子を返せ。そしてお前はクビだ。さっさと実施しろ。でなきゃ俺がお前を警察に突き出してやる。そんなどんだけついてないんだ私は。ハルコ、シャバで待ってますよ。時々面会行ってやるからな。やっぱりお前は疫病神だ。ええ、そうみたいね。今日の私は最悪だった。りょうた、あんたさっき神様に見放されたって言ってたよね。だからなんだよ。私だって大凶よ。だけどね、今日の私のついてなさに比べたらあんたの大凶なんかへでもないのよ。うさい。僕はついてないったらついてないんだ。よし、じゃあ私とあんたとどっちがついてないか勝負してやろうじゃないの。これでね。なんだよ、ついてない勝負って。百と桜、どっちが出るか。これ外したらあんたが本当についてないって認めてあげるわ。むちゃくちゃやな。さあどうする。やってやるよ。どうせ僕はついてないんだから。はあ、私のついてなさをなめんじゃないわよ。すごい自信ですね。何えばってんだろうな。さあどっち。じゃあ100だ。どうせ外すに決まってる。じゃあ私はさくら。絶対外れてるわ。いくわよ。どっち？え？百だ！ってことは？よっしゃあ！私が外れ！あっちのハードついてない？くっそー！嬉しいはずなのに嬉しくない！おお、さすがアルコ。ついてない女王だね。ガイキョークイーン。言い過ぎですよ。確かについてないですけど。どうやらお前のついてなさは筋金入りだな。ふん、あんたたちね、大凶って考えようによっちゃすんごいいいことなんだからね。いい？この凶っていう字、これは落とし穴にはまってもがいてる人を表した字なの。最悪じゃねえか。ってことは大凶は大きな落とし穴でもがくってこと。つまり私は大穴ってことなのよ。ああ。大穴は当たればでかい。ってことはつまり大凶ってむしろチャンスってことでしょ。すごい。忌むべきものを見事に言い換えましたね。こじつけにも程があるんだろ。ふん、運なんかどう捉えようと勝手でしょうが。あの、僕帰ります。え、なんだかよく分かんなかったけど、一つだけはっきり分かったことがあります。自分よりついてない人が
こんなに必死で頑張ってるんだから僕なんかまだまだ頑張んなくちゃだなって。そう分かりゃいいのよ。ついてるかついてないかは自分次第だからね。はい、今日の試験運なんか気にせず100点取れるよう頑張ります。ありがとうございました先生。じゃあ俺ちょっと送ってくるわ。お前らも帰るんだぞ。はーい。じゃあこの子頼んだ。そっか、テストの結果が悪いのは神様関係ないですね。勉強すればいいだけだよね。俺も13点以上取れるように頑張ろう。すごいですね春子先生。ん？全財産をかけてあの子に勇気を与えたんですから。あの子きっとお守りにしますよ。ちょっと、うん、てかこのおみくじすんごい当たるんですけど。はいみんな早く片付けるよ。はーい。ボボ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 、これでよしと。ん？大野か。汚い字ね。ハルコが高校キョンシーになれますように。私が掃除当番なのよ。当然のペナルティーだろう。クビにされなかっただけありがたく思い。私が悪いのはこんだけですか。ついでにお前の役。おはようございます。あの渋谷先生。はい。マジパーね大吉。全員揃って卒業してほしいの。ボブです。卒業まで1週間。ついに明かされる金利の嘘。なんで悪いこと知ってるって決めつけるの。春子これじゃあみんな強制送還されちゃうぞ。